You Proud Production. はい、どうも皆さん、こんにちは。5月27配信したサムライジャパニーズ、どうだったでしょうか。3週連続リリース、続きます。第2弾は6月3日、広島の去年起きた土砂災害のことを曲にしました。つながりを大切にして生きていこうという曲です。そこで今日はセーブ・ザ・広島の皆さん、ボランティア団体セーブ・ザ・広島の皆さんに集まっておられました。こうやってつながり大切にして生きていきましょう。そんな曲、6月3日配信、暗闇のスペシャリスト、よろしくお願いします。